こんにちは、ルナールです。ワープです。さあ、やってまいりましたガンダムオンライン。はい、今回は北極基地に来たよ。はい。それでですね、あんまりガンオンと関係ないんですけど、暑いここ何日か急に気温が上がりました。暑いですですな。やばいやばいよ、ポープさん身の危険を感じるよ。今日は7月12日ですね。ねえ、まだ梅雨明けは来てないですね。来てない。なんか今度来る台風がどうかによって梅雨が明けるんだか明けないんだか決まるらしいですが、連日30度を超えております。今日も超えました。暑いよ。そうだ、パソコンちょっと厳しいかも。ちょっとやばい。あじじじじじ、出撃する地点を選んで。なんか暑さ対策をせねばならないあれになってきたかもね。え、さあ A と B ってこれどっちが早いんでしょうか。わかりません。ただ圧倒的に A から出る人が少数っていうことは B の方が早いんじゃないでしょうか。よくまだ分かってないのよね。そう言われるとそうね。左はあんまりやんないしね。そう、いつも左だからね。左だと真ん中だから。まあ左だと上の方か北の方が早い。あ、ほんと。アイカーズのビーム、あ、ビームの中もなんかいっぱいいるんだ。ほらって言われても見えないそうか、ビーム仲間がいるか。それはつまり、まあね、強化でビームが使える子ってなったってことかな。別にビーム所の人があれじゃないですか、もったいないっていうか、ビームでいいんじゃないって指揮官から指示が届きました。まあね、もうちょっと軽くなってくれるとさらにいいんだけどね。そうだね。これちょっと効率しない。まあ今後でもあれなんじゃないですか、また強化入るんじゃないですか。ああ、味方に当たる。さて、純エースでマスチケ2枚っちゅうのが出てるんですよ。ああ、そっか。わーい。いやでもぶっちゃけた話ですよ、バトルエリア内にずーっと張り付いてれば、うん、ある程度ポイントもいくんじゃねえかっていう淡い期待もあるんですけど、どうでしょうね。うわ、狙われてる。くそ、外しちまったよ。あ、うわあ、くそ、今落ちなかったのね。あー、くそ後ろにいるって思った瞬間にバズボーンってやりちゃった。出撃する地点を選んでください。ビーコンないっすね。あ、今4からビーコン来てるね。回収しないと始まらんだ。まあいっか。こっちの、はい、北極の方、はいはい、はバトルエリアが面白いよね。ここか。ね、あっちはちょっとバランスが悪いよね。タクラマカン砂漠の方は。あ、どこに落ちた。ポテト落とした。うわぁ、溶けてる溶けてる。いた、負けてますね。あれ、なんだ今の。お、あれ、この状態をキープできるか。あピザがピザがピザお届け、へいお待ち。ちょっとバトルエリアに入る人少ないですね。入ってもらいたいね。うわーった、こんなところにいるし。なんかあったっけ。ないと思うけど。あ、まあ今日日曜日ですから。うわー、すごい勢いで溶ける。サージャビーン。あー、
なんかすごいやばい、バトルエリアは完全にジオンになっちゃってて、せっかく当てたのに。しかもなんていうか、拠点シーンのところにあれなんだけど、敵ビーコンが来てんだけど、おいおいあれ止めろよ。南あの味方がね少ない。本当だよ、ね、どうなってんのこれ。2位取られたんですけど、ふざけてるふざけてる。あれどこだ。うわ角が、あやばいやばい。ああこれはもう完全にやられてる。この状態をキープできるか。もういないよね。ああれまだ生きてくる。あんなところに。そうなんだよ、ビーコン置かれちゃったんだよ。もうだから今ぶっ壊してきたのよ。2に戻りたいんだけど、そこら辺に置いてくれよ。なんだ、普通に行った方がいいや。ひどいなあれ。まだ2と返せてない。ずいぶん一滴だぞ。ビーコン2用にビーコン置いてほしかったですね。本当に置いてくんなかった。まずいねこれ。まずい。っていうかバトルエリアが完全にジオンなんだけど、 100% ジオンなんだけど。おいおい、うわぁ下で殺されてるのが見えるけど、行かないわけにも行かないから。敵どこだ。いや最近ちょっとね、連邦なんか情けない試合が多いというかね。厳しいんですけど、これはひどいな。ひどい、ほんとひどい。十分に S はいけそう。いやー厳しい。今10位。10位。そうか、こっちも、ね、4位なんですよね。まあいいよ別にそんなのは。ナールさんのマスチケのためにね。あ、まあじゃあ最終的なところで調整しましょう。まあまあな。まああれですけどね、ルナールさんが最終的に11位とかで、ここでライン戦とかおかしいでしょこれ。おかしいんだよ、すごい。もう完全にあれしちゃってるんだよ。わあ、なんだこれ、ハクリッパダメじゃん、こっから先に行けない。こんなにあれがいるのも知りたいな。おかしいから。おーい、二回りのあれをなんとかしろよ、教習機能。あ、そっか、2ね。2だよ。あ、外した。あー、星座頼りの間。2から出さしろっていうか、バトルエリアに早く行きたい。これもう完全に負け確定じゃないですか。どうなっちゃってんだよ。ひどっ。うわ、出た瞬間やられるんだけど。ポッサーバトルエリア内に入った瞬間さ、あの連邦が入ったよっていうのでこうピカって光るじゃない。自分が入ったのバレバレなんだけど。だって味方いないんだもん。本当にいないよ。ルナールさんいい位置じゃないですか。頑張ってるよ。うわ落ちちゃったけど、ちょっと1分ほど待ちなんで。頑張って早いとこカムバックしてきて。まあ、これは確保を決める以外にもう勝ち目はないですね。行くぞネメスト。命令が解除されました。ハーシー殴られてるし。
アかな。ああ切られた。今6位。おいいね、悪くないし。敵の後ろ側に回ってネメストで切ってきた。できるだけ積極的にやろう。バトルエリアの中に入ってさえすればポイントがいくから狙いどこ。うわ硬い。来た。ガーもう5位。稼ぐぞ。私バトルエリア内に支援で入るのにはあれがあるけど、行くっきゃねえな。いやー、本当少ないっすね。ほんと少ない、ほんと少ない。行きたくなるよ。おお。あ、リロードが。お、どうせつないんだ。今がない。あ、ちょっとこれ逃げよう。やば。うわ、攻撃されてる、攻撃されてる。退避します。ちょっと危ないか。どっからやられたんだよな。そう、敵が戦ってくる。あ、そこに敵がいっぱいいて倒したいけど。ほんと指揮官から指示が届きました。うわ、あー、クソ、切られた。でもまあ一応今10位以内には入ってるから。今6位と7位ですね。なんか行ったり来たりしてる感じ。私バトルエリア内に入らないとお話にならないからな。入れ入れって感じですよ。いるのはどこだ。いやでも本当この入り乱れ感はでも相変わらず面白いですね。うん、戦略の爆撃です。ありがとう。あれ間違えた。うわぁ、こけた。あーバスだと思ったらビームだった。あれ核なんだこの核。どこにいるんだこの核。核はどこだ。坂の反対側に核がいるか。これなんだなんだ。あの核どうしようってんだ。あの核だらけだ。いかがかしら。なんで置けないんだろうか。どっから攻撃されたんだ。おいでー。あー、ポアフさんこっちだ。え、どこだ。ここ危なくない。危ないかもね。まあいいや、全然ため。残り 30% を切りました。はい。今3位。はいよ。ありがとうございます。すいません、蚊です。なんかプチって言ったなと思って。うわぁ、こんなのどれ。出せてー。多いねー。
出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行きましょう。機体が出撃する。サイクロプス隊だ。おっしゃ、リペアしたぞ。笑いながら死んでいくルナールさん、頑張るぞ。まだいける、まだまだいくぜネメスト。というかですね、ここのネメストはいいよ。てかバトルエリアがあるところのネメストはいいね。あそこのタクラマカン砂漠はちょっと高低差がありすぎちゃって、でその割になんかこう姿が見られやすくって、あの近づけませんけど、なかなかここはね結構ごちゃごちゃになるんで、戦場がありあり。ありがとね。あら、回収しなきゃ。ありがとうな。やっぱあれに何があんのかしら。皆さんから指示が届きました。あの辺に持ってるんですね。まあよかった。どうせ負けちゃうけど、どうせ負けちゃうけど一矢報いてやるんだ。うおしゃべりー、さっきのね落ちたかったな。敵軍戦撃兵器が発見されました。急いで破壊してください。戦略の爆撃。あ、狙った相手が悪かったな。なんで落とされたのか。あー、くそ。あれ、なんだ、追っかけてたケンプに倒されたわけじゃなかったんだ。なんでこうなるかな。ああ、4号これ出るか。まあ4位と5位ですよ。そうっすね。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。右側を知ってんのかな。もうレーダー全くないし分かんないね。そうだね、分かんないね。どうなってんだ。まあでもちょっともう時間が、そうですね、もうこのまんま拠点をいただいたぜ。ヘリエスキの原子炉が成功しました。修理してくれないか。まだまだ再生可能な再生可能。やられた。戦いのイロハをご存じないようで。あーすげー変な声が出た。はい。あ、4取られる。なんだこの一方的な試合は。あー、星座タイムが出られない。いやーん、あー行くとこない。あ、終わっちゃった。あ、でも順位 S はよかった、クリアしました。負けたけど目的は達した。達した。うん、いやー一方的だったな、なんか随分と。いや個人的にはそう悪くなかったですけどって感じですけどね、うん、狙い通りだったんじゃないですか。4位、吸気撃破ですね。ですまあ、支援入れたからね、このためだ。てか1位の人が本拠点殴りまくってるんだけど。本当だ。はい、という、まあ、もうちょっと味方やってくれればねって感じでしたね。まあ今日日曜日ですから、まあまあまあ一方的な試合に
なりそうかなっていう日ではありましたね。そうだね、うん、次の試合もちょっとどうかな、ちょっとそうですね、ここのとこなんかダメね。そうだね、まあでもその中でも自分の腕は磨けるから精進していきたいと思います。はい、というわけで今回は北極基地見事マスチ券2枚ゲットしました。はい、ここまで見ていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。金塊トランク。